皆さん、こんにちは。えマスダチャンネル、いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。えー、大変な長らくご無沙汰をいたしましたが、えー、今日はですね、えー、この、今進行中の東西冷戦、えー、のことについてお話ししようと思うんですが、えな、ー、んであれ、戦争という名がつけばですね、えー、必ず勝者と敗者と、 おいうことが決ままって終わるわるけであります、えー、今、進行中の東西冷戦、これは、うん、トランプ大統領の時にですね、えー、中国を相手に、えー、いろいろ経済制裁を加え、その他政治的にもおいろいろな圧力をかけることによって、 トランプの方がまが、あ、いわば言い出しっぺで、えー、この中国に対して、えーまあ、挑戦をしたと言ってもいいと思うんですね、えーまあ、そのために起きた経済、あるいは政治上の米中対立と、これを、まあ、東西冷戦というふうに言っているわけであります、あるいはまた米中冷戦とも言われているわけです。こ、えー、このところへ来てですね えー、2月の24日、えー、プーチン、ロシア大統領によって、ですねウクライナ軍事侵攻ということが起きたあ、それ以来、今日までですね、えー、世界中のニュースはほとんどこのウクライナ戦争のニュースということになっているわけですが、<laughs> まあ、これを西側は、 つまりアメリカを中心としたヨーロッパ西側はあ侵略であるということでこれはあ、まあ、戦争行為であることには違いないわけなんですがこれはですね国際侵略だというふうに、まあ、認定してですねそれならば制裁を加えなきゃならないということで、まあ、ご存知の通りありとあらゆる 制裁を現在かけけているわけです、ね、したがって、えーまあ、アメリカを中心としたあこの西欧陣営とおこれが一致団結して、えー、ロシアに制裁を加えているということですね、えー、ところがこのロシアのバックには裏にはですね、えー、中国が控えていて何かとですね えー、このロシアを支援している。何かということはですね、えー、まあ、ロシア経済を潰すのは簡単な話で、えー、ロシア経済のですね、えー、まあ、7、8割は原油あるいは天然ガスの収入によって、えー、賄われているわけですね、えー。ですから、ロシア経済を潰そうと思ったら、この原油と天然ガス、 えー、この輸出があロシアができなくなると、あるいはできないようにしてしまえばですね、えー、ロシア経済は破綻するとういうこと、これはもう分かりきっていることなんですね。えー、ですから、まあ、あーヨーロッパあ、今までヨーロッパはあ天然ガス、それから原油う、これのほとんどですね、まあ30から40%ぐらい。 え、ロシアから輸入して、え、来たわけですが、まあ、それだけロシアに依存してるわけですね。ですから、このところで、え、いくら、ロシアに制裁を加えると言ってもですね、自殺行為はこれはできないわけで、やはり、ロシアからの輸入を一んに切るわけにいかない。従って、ある程度、先に、この、 え、エネルギーの自立を図る政策を、この、実行しながらですね。そして、え、徐々に、この、ロシアからの依存をですね、なくしていくという、まあ、こういうふうにしかできないわけですね。ですから、まあ、ロシア経済を潰してしまうために、え、ヨーロッパが、この天然ガス、あるいは原油の輸入を止めるということは、 でできないわけですね、まあ、もしそれをやれば自殺,自殺行為になるということで、まあ、それができないえ。実際問題として数字を見るとですね、ロシアがウクライナに侵攻する前と後と、この天然ガスと原油がですね、えー、ヨーロッパにどうなったか減ったのかと、まあ、普通誰でも減,減るんじゃないかと思うわけなんですが、えー、現実はですね減るどころか増えてるわけなんですね。 まあそれは天然ガス原油の価格が高騰したということで、え輸出、ロシアにすれば輸出になりますが、輸出量が、輸出代金ですね、これが増えたということは当然のことと言えるわけですが、まあいずれにしてもですね、ロシアの原油、それから天然ガス、 えー、これにはなかなか制裁が加えられないということですね、まあ、それでも、えー、セーブできるものはセーブしようということで、買わなくてもいいものは買わないということになって、やはりいろいろな物資において、ヨーロッパのへの、ロシアからヨーロッパへの輸出というのが落ちてるわけですね。 えー、そこで中国がその落ちた分を全部カバーすると中国がその分だけをですね、えー、ちゃんとロシアから買うというこういうような連携プレーをやっているものですから、えー、一応、いろいろと言われるのを聞いているとですねロシアに対して相当厳しい制裁をかけているということになるんですが実際にロシアはあ苦しんでいるかというと、まあ、確かに苦しんでいる部分もあるんですけども 最初、制裁が始まったときは、ロシアはインフレに陥りまして、ルーブルもですねロシアの通貨ですが、一時80%も下落するということで、一国の通貨が下落すると、当然のことながら輸入物、輸入物価、その他、もろもろですね、上がりますから、これでインフレが加速するということ、これはもう当然のことなんですが、確かに。 ウクライナ侵攻をやった2月ですね、今年の2月、3月、4月ぐらいはですね、かなりロシアはインフレになってですね、国民が苦しむということがあったんですが、今はですね、ロシアの外貨準備高が逆に増えると、つまり原油が従来通りどんどん輸出されてますし、 それに原油価格が上がったためにですね、輸出代金が増えると。それからプーチン大統領がですね、これからロシアの原油、天然ガスを買う場合はルーブルで払えというふうにこの宣言したもんですから。とはいえ、ヨーロッパのそれぞれの国の中央銀行にルーブルの蓄えはないわけなんですね。ルーブルは国際準備通貨ではないもんですから。 あ外貨準備にルーブルを持ってないとどこの国も持ってないわけですねですから持ってないものでですね、えー、払えと言われても払えないということになったわけなんですがまあうまいうまい具合にですね、えー、ガスプロムというロシアのお国立、えー、エネルギー会社がありましてこれがまあヨーロッパでも、えー、ガスプロムバンクという国際銀行がありますからそこへですね ドルとかユーロを払って、そしてガスプロムがルーブルを買って、そして国に送るというようなシステムになっているわけですね。で、そのためにですね、間接的ですけども、ヨーロッパが輸入する原油あるいは天然ガス代金、これはですね、ルーブルを買うことにつながるわけですから。 そうすると、ルーブルが高くなるわけですね。ですから、一時80%も下がったのがですね、今、元に戻って、えー、ウクライナ侵攻した時よりも、ルーブルのドル、ドルとのこの比較ですけどもね、ドルに対するルーブルのレートというのは、かつてよりも上上がってると、つまりルーブル高になってるんですね。で、今、そのルーブル高が高値止まりをしているということからですね、 それで輸入代金も下がりますし、国内のインフレもこれで収まるということで、ですね今、もうロシア、一時インフレで大変だったんですが、今、インフレも収まる、そして外貨準備も増えると、そして貿易、国際収支ですね、これもプラスだと、プラスにどんどん変わってきているということで、ですねそういったファンダメンタルの面だけを見ると、 全く制裁が効いいいてななととうことになるわけです、ね、まあ、それにしてもですね、えー、あれやこれや制裁を加えるということが続けばですね、ロシアにとって決してプラスではなくマイナスなんですが、まあ、しかしながら、ウクライナ戦争もいろんな事情でですね、早期解決は無理ということが今明らかになっているわけですから、あーこの、 西側の、えー、ロシアに対する制裁というのはですね、えー、これからもどんどん続くということですね、えー。やっぱりこれだけ制裁されたらですね、ロシアとしては報復をしなきゃならないというのは当然のことですね。えー、そして、えー、このウクライナ戦争というのは単にウクライナ戦争として独立したものではなくて、これはやはり東西冷戦のうちの一環だと。 というふうに考えるのが正しいんですね。ということは、えー、フィンランドとかあ、それからスウェーデンとか、あ今まで、えー、この過去の東西冷戦からも、その後も戦後もですね、中立を保ってきたわけですね。西にも東にもつかないと。我々は中立国だということで、まあ中立国であるということをまあ誇りにしてきた国なんですけども、これはここ,このところへ来てですね、えー、いずれも、 えー、NATO に加盟するということで、正式に申請を出しているわけですね。えー、まあ、これに対して NATO の加盟国であるトルコ、エルドラン大統領がですね、反対だと言ったりですね、それから、えー、NATO の加盟国であり、かつ EU のメンバーでもある、まあ、ハンガリー、 これもですね、進路側ですから、ロシアに親しい国ですから、これも反対するというようなことでですね、NATO の方もなかなか思うようにいかない、足並みが揃わないということにあるわけですね。そういう意味では、まあ、団結しているように見えて、なかなか団結していない、制裁を相当加えているかに見えるけれども、その効果が出てきていないという今、現状があるわけですね。 そこで、これからお話しするのはですね、それだけロシアは制裁され攻撃されたこれ反撃するというのが、まあこれ政治の世界の常識なんですね。で、ロシアはもうすでに反撃を開始して、そして後ろでですね、中国が支援しているという状況に今あるわけなんですね。その反撃とは何かこれは非常に力強い反撃で、 アメリカの命はドルですから、ドルが潰れたらアメリカは潰れるんですよ。当たり前の話ですね。どこの世界も資本主義社会は金で持ってるわけですから、その金である自国の通貨、これがですね、そのアメリカのドルがアメリカの命であるということに変わりないわけですね。実はプーチンの反撃はこのドルなんですよ。で、このドルを潰す。 潰してしまうと。で、ドルを潰してしまえば、別に核戦争なんかしなくたってアメリカは潰れてしまうわけですね。えー、さすがにプーチンさんだけあって、核を使うぞと言いながら、核を使わないでドル、ドルを潰す戦略をですね、えー、これから展開していくということになってるわけですね。そしてそれを目に見えない形で、えー、プーチン、あ、習近平、えー、中国の国家主席習近平が、このプーチン、 を見えないところで支えてバックアップしているという状況が今あるわけです。えー、ここで一旦切りまして、続きまして、えー、では具体的にどういう戦略で、えー、があるのか、どういうことをやってドルを潰そうとしているのかということについてお話をしようと思っております。